柏が左にいます。その柏を使う、もう一度森島呼んでますが、柏は中に入っていく。そして柴崎、柴崎から右サイド、ハイネルを狙った、中3枚入ってます。さあハイネルからのクロス、速いボール合わせた。斜めの動き、柏がここに入ってきていました。同点に追いついたサンフレッチェ広島。左からまあ中経由して右と、まあ、どうしてウイングバック浮き形になると思いますから、はい、まあ、広島からすると思ったように展開したんでしょうし、まあ、トップシャドウにプラスで柏が入ってきましたからね、はい、ちょっとセンターバックからすると誰つかもうかって考えているうちにかなり速いボールが入ってきましたから、シュート性のボール2号はディフェンダーの前で合わせた形になってますので、まあ、横向きのディフェンダーからするとマークつきたいですね。